ああ、そういうの、天使をですね。そして今ヨッパというところに、まあ、カイザリアというところにコルネリオがいたわけです。ヨッパっていうのはもう少しこうなんて南の方にあるところですね、海岸辺のところですけど、そこのヨッパのシモンという人のところに、カーナメシのシモンというところにです、ね、そのシモンという人、まあこれはペテロのことをシモンとも言いますけど、いるからその人間を呼んできて話を聞きなさいということをコルネリオに天使が言ったわけですね。でその天使をイエス様は使わした。そしてそのそれに忠実に従ったコルネリオの使いがそのヨッパのペテロのところに来る直前にですね、そのイエス様はペテロに重要な幻を3回も見せたわけであります。そしてその幻を見せたばかりではなくてですね、その幻の意味をペテロが悟るように聖霊様がペテロにその使いと一緒に行くように語りかけておられるわけですね。それが人の働きの10章の9節からそのことが書かれております。10章の9節、その翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな四季布のような入れ物が四隅を吊されて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼はペテロに、さあ潜って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことはありません。すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あった後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから遣わされた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていた。そして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロは幻について思い巡らしていると、御霊が彼にこう言われた。見なさい、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。で、非常にこう緻密な段取りをイエス様はこう捉えたわけです。で、なぜそんなに緻密な段取りを取らなければならなかったかということについて皆さんは疑問に思われるかもしれません。で、それはですね、ユダヤ人のがどういう立場にその時あったかということを考えていただければ分かると思います。ローマ帝国という強大な世界帝国の中で、そのユダヤ民族というのはほんの一握り、弱小民族に過ぎなかったということです。ですから簡単に消滅してしまう。しかもそのローマ帝国からはユダヤ人にはものすごい圧力がかかっていたんですね。要するにローマ帝国は皇帝を礼拝しなさいって言ってた。ユダヤ人は礼拝しなかった。ですからお前たちはそんな固くなことを言わないで皇帝を礼拝し善良なローマ市民になりなさいという圧力がかかっていたわけです。しかしユダヤ人は唯一の神を恐れていた。その神から離れることはできない。そのためにしっかりと律法を守りですね、そして神様の約束を守っていたわけです。ですから立法を守ったから、この食べ物も規制がありました。それから外国の人とも付き合わない、結婚もしない、
いう習慣を持ったわけですね。で、そのユダヤ人がその唯一の神を礼拝して、そしてその律法をしっかり守った、そして安息日を守ったということは非常に大事なことだ。というのはその70年に、紀元70年にエルサレムはローマ軍によって破壊されたんです。イスラエルはローマに占領された。でその時にユダヤ人は全世界に流浪の民となって散らされたわけです。これをディアスポラと言います。しかしそのユダヤ人は普通の民族だったら消えてなくなってしまう。そうなんです。しかし皆さんもご存知のように1948年約2000年後にイスラエル国家が建設された。すなわち民族として弱小民族のユダヤ人が2000年間も民族として残っていた。それは神様を信じ律法を守ったからです。ですから律法がユダヤ人の守る垣根になってたんですね。それは国立テルアビブ大学でディアスポラ博物館というところに行けばよく全世界に散らされたユダヤ人の状況が展示されているから分かります。ですからこのユダヤ人が他のなんていうんですか、異邦人と交際しないということ、これが非常に重いものだったんです。でその壁を破らせるためにイエス様はこれだけのことをされたわけです。でその神様の力によって初めてこの異邦人へ伝道するという壁が破られたわけです。でその状況が 10章の27節から書いてあります。ペテロはそれからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。ご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。すなわち外国人と交際しちゃいけないということになってたんですね。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けたときためらわずに来たのです。すなわちイエス様はペテロに幻を見せて聖霊様に語りかけて、そしてペテロをコルネリオ邸に連れていったわけですね。それで34節からペテロはこう言っている。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。誰でも、世界中の誰でも神を恐れかしこむなら神様から受け入れられる。このイエス・キリストは全ての人の主ですということをペテロが言ったわけです。そしてこのコルネリオ邸でもって起こったことは、ペテロがメッセージをそこでしたことによって、そのメッセージとともに聖霊様はこのローマ人たち外国人にダーッと下ったわけですね。ペンテコステが、第二のペンテコステが外国人のペンテコステ